チャオ、あっちゃんです。今日9月5日のあっちゃんの、あっちゃんちの晩ご飯の後のデザート、この前ね、お盆のお供えしてあったグズグズスイカ、落として割ったグズグズスイカを、細かく切ってあったやつ、これ食べたいと思います。つんまよおじ、はい。あんまりね、グズグズで美味しくないと思うよね、これね。じゃあさ、切った時ね、まだ冷たなかったから、一口だけ食べてんけど、あんま甘くなかったの。うん、全然甘くない。なんだこれ、甘みゼロです。うん、かな。なんかデザートにした方が、デザートっていうか、なんかを作った方がいい。これで、なんていうのかな、うん、スイカジュースにして、ちょっと甘み入れるとか、そうか、なんか甘い、なんていうの、なんていうのかな、シロップみたいなのにつけるとかしたらいいかもわかんないけど。カルピスのあれで美味しいかな。うん、あまり美味しくないからアレンジを考えてみます。まあ何個か食べとこう。大きなスイカは甘かったけどね。お父ちゃんが備えてくれたやつやから、どっかで買ってきたのかな。お父ちゃん作ったのかな、これ。去年は作ったスイカやったけど、今年は作ってたわけじゃないからな。どっかで買ってみようかも分からんけど、うん、甘みがほとんどないです。まあまあまあ、こんなスイカもありかな、うん、あ、塩かけてみよう一回。アルプス岩塩つけてみます。うん、甘くなった。塩かけて甘なったで。はい、ということで、またスイカを食べながら何かしたいと思います。ではまたね、バイバイ。